まずは攻撃力の高い名古屋を迎えるにあたって警戒していた点というのはどういったところでしょう。まあ、個々の能力が高いので、まあ、個人で、まあね、まず個人のところで粘り強く、まあ、チームとしても、まあ、カバーだったりっていうのをすごく意識したところが、まあ、今日出たと思います。 PK で1失点はしましたが、流れの中からは得点を上げさせませんでした。チームのプレー90分振り返っていかがでしょう。11人がしっかり集中してできた、まあ、結果だと思うんで、まあ、失点したところは、まあ、もったいないとは思うんですけど、まあ、その攻撃力の高い相手にいい守備ができたのはこれからも自信になると思います。具体的に守備がうまくいった理由というのはどういったところが挙げられますか。引かずに、まあ、前半とか特に引かずに前からプレッシャーかけるっていう、まあ、攻撃的な守備をしたっていうのはすごい大きかったと思います。高杉選手としては5試合ぶりのスタメンとなりました。自身のプレーを振り返っていかがでしょう。まあ、周りが、はい、すごく頑張ってくれたんで僕は何もしてないです、はい、足の怪我は大丈夫ですか。はい、大丈夫ですここ9戦負けなしで、ここ2試合は先制されながらも勝ち点を手にしています。この好調の要因どのように分析されますか。そうですね、まあ、一人一人が、まあ、やるべきことをやるっていうふうにチーム全体としてあると思うので、まあ、どういう状況でも自分たちができることっていうのを考え、一人が考えながらできているところが、まあ、追いつけてたり、まあ、焦らずできている要因なのかなと思います。今日は1万人を超えるファンサポーターの方が集まりました。スタジアムの雰囲気はいかがでしたか。いや、本当とても気持ちよかったです。またぜひ入ってもらいたいです。次アウェーが2試合続きます。次節に向けて一言お願いいたします。まあ、僕らは常にチャレンジャーなんで、まあ、目の前の相手に全力で 100% でぶつかっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。